はい、ナオズーです。今回はトミカタウンの消防署を紹介します。それでは早速開けていきます。中に入ってたのは本体と部品、それとシールになります。それでは組み立てていきます。はい、完成です。内容ですけど、消防車や救急車のガレージと消防署事務所、司令塔、それから垂れ幕、司令塔の上のアンテナ、縦看板、街路樹、標識、街灯にガードレール、そして消防服を着たプラキッズが1体ついてました。で、ギミックですけど、まずトミカをガレージに止めます。このガレージのシャッターは手動で開け閉めができます。そしてこの入り口横のボタンを押すと、トミカが出動します。続いて司令塔ですけど、司令塔はこの屋根の部分を開くことができます。そして中にプラキッズを座らせることができます。ちなみに席は3つありますんで、こんな風に3人まで中に入ることができます。で、司令塔の内部には地図や消防車救急車の車両の状況、気象情報などのイラストがあって、結構リアリティがありますよね。そしてさらに司令塔の屋根についているこのボタンを押すと、ランプが点滅して音声が流れます。で、この音声は、この4種類のどれかが流れます。ちなみにこのギミックは司令塔の底に電池を入れてスイッチをオンにしておかないと動かないので、注意が必要ですね。そして側面には手動で開ける扉もついてます。そして事務所ですけど、事務所の屋根のこのボタンを押すと正面の扉が開きます。このドアはボタンを押している間は開き続けます。離すと閉じます。で、事務所の中には火消しの道具が置いてある消防資料館だったり、消防隊員の装備について説明したイラストがありますね。そして側面にはガレージと同じように手動で開けることができる扉もついてます。他のトミカタウンと比べると高さがあって、より建物らしいのと、ギミックが多くて光る上に音声も出ますんで、相当遊べるんじゃないかなと思います。以上、トミカタウンの消防署をお届けしました。